はいどうも、ショーTVです。今日なんすか、まっちゃん。ピッチャーとして球速を上げたいと、まあ、僕はキャッチャーなんであれなんですけど、多分その球速を上げるトレーニング方法とかやり方を知りたいっていう人が多分まあ、結構 DM 来てる。うん、望んでるというか。翔平さんピッチャーなんで、翔平さん流の球速アップ方法を教えていただきたいなと。俺なんかで役に立つ？いや、まあ、になるかな。大丈夫かな。目線はどっちかというと学生とか中学生。そうね、まあ、小中学生に向けた。大人の人はもうジム行ったりね、金かけてジム行ったり、なんかすごい上手い人の意見を聞いて、まあ、やればいいと思うんで、まあ、今見てる人は結構、俺と一緒ぐらいか、下ぐらいなんですよ、はい。まあ、下の子目線、中学生高校生目線のあれでやりましょう。そうですね、うん、どっちかというと基礎的な部分というか。そうね、うん、それをちょっとあれでいこう。ちょっと激風でいくか。激風、激風でいきましょう。激でいこう。小学生みたいな。激風でいこうか。激風でいった方がみんな見やすいと思う。まあまあまあ、うん、ちょっと演じていこうか。俺ら激頑張ろうか。わかりました。行きましょう。はい、お願いします。はい、はい、よいしょ。じゃあ先輩どうすか。そうだな、球の回転も微妙だしスピードも微妙だからな、まだまだだな。どうしたら速くなりますかね先輩。いやもうそれはもうあれだろ、短距離ダッシュをひたすらやることだ。短距離ダッシュ。はい、俺嫌いなんだよな短距離ダッシュ。つべこべ言わず、球速くなりたかったら走るんだ。ちなみに何メートルぐらいですか。30メーター。30メーターダッシュですか。100本。100本やるんですか。今からとりあえず半年だな。半年か。投げるとかないんですか。ない、ひたすら走れ。じゃあ毎日30メートルダッシュを30本から50本やります。毎日だ。はい、そしたら半年後球が速くなっている。わかりました。終わります。じゃあ今からダッシュだ。はい、よっしゃ。じゃあ1本目、 30m 30本ですね。そうだ、終わりました。1本目、はいはい。死んだ死んだ。先輩キャッチボールお願いします。いいだろう、お前ずっと半年間走ってたもんな。頑張りました。その成果を今日見せてみろ。わかりました。じゃあ投げます。おう、投げます。はい、おお、いい球だ。なんか下半身がしっかりして投げれますね。いい球だ。どうですか。いや、いい球だ。確実にスピード上がってる。球も伸びてるし。伸びてますか。伸びてる。やっぱ下半身がしっかりしてることによって球の力を伝えてるって感じがするな。いいボールだ。どうですか。いや、もう確実に半年前よりかはスピードが上がってる。本当ですか。スピード感で測ったら130キロだったよ。130キロですか、うん、半年前何キロだったっけ。115です。15キロも上がったのか。すごい、半年でこんな上がるんすか。そうだな、じゃあ短距離ダッシュがいかに有効かっていうところだ。そうですね、もっと頑張ります。そうだ、140キロ、そして150キロ目指して将来プロ行きます。頑張れ。頑張ります。ありがとうございました。よっしゃ。はい、そんな感じでどうでしたか。ちょっと激ですけどどうでした。これガチでやりました。ガチでやってました。まあ他に長距離もやりました。もちろん長距離ダッシュもやりましたけど、急速アップで言うとダッシュはマジでやってました。相当ハーハー言いながら、まあ50本ぐらいやってましたね。でもまあそれは一人じゃなくてチームみんなでやってたんで、
みんなでこう助け合ってやってました。115キロから130ちょっとぐらいは行きましたね。おお、その何ヶ月かね。すごいですね。本当にこれはやった方がいいと思います。一人が無理ならやっぱね、仲間と一緒にやって切磋琢磨してね、相乗効果でやっていくのもありかなと思います。はい、まあ、僕はこんな感じの練習法でフィットアップしました。まあ大人の人はね、やっぱお金かけてジム行ったりとかね、なんとかトレーニングとかね、やっぱプロの人がやってるのを真似してやるのがいいと思うんですけど、中高生でやったらちょっと、まあ、危険なこともあるんで、まあ、そうですね、まずはしっかり走って、そう、しっかり走ること、ただでやること大事まず、ちなみに走ることによって、ピッチャーってやっぱみんな走れ走れって言うじゃないですか、多分少年野球とか中学生の人も指導者に走れ走れって言われてると思うんですけど、まあ、走ることによって体の何が鍛えられるのかとか、投球によっての何が良くなるのかっていうのをちょっと具体的に教えてもらえれば、そうっすね、参考になるかな。そうっすね。ただ闇雲に走れ走れだと、目的もないで走るっていうのと、やっぱこう目的があって走るのだと、モチベーションが違うと思う。なるほど、はい、そうっすね。そして球速だけじゃなくて、やっぱコントロールも良くしなきゃいけないんですよ。でコントロール編に関しては後日上げます。今回スピードやりました。でこれでマジで上がります。やった方がいい。少年たちは、頑張ってほしいなと思います。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではあうりょうした、あつお。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。